こんにちは、こじこじです。今回は先週開封紹介しました秋葉原の PC ネットで購入した福袋もといジャンク袋の中に入っていたメインの商品ですね。こちらノートパソコンの動作確認検証と全体的にちょっと汚れていたのでクリーニングをねしていきたいと思います。それでは PC ネットのジャンク袋に入っていたメインの商品ノートパソコン動作確認していきます。前回のおさらいになってしまうんですけども、こちらの商品キーボード不良ということでね、少しがっかりしました。ハードディスク抜き済みということでね、別途日立の 320GB のハードディスクが入っていたので後日ね搭載したいと思います。 CPU の性能はインテル Core i プロセッサー第2世代サンディブリッジの i5-2520 モバイルプロセッサーです。キーボードの不良箇所なんですけども、こちらのオルトキーと、動画ではねちょっと気づかなかったんですけども、こちらの F10 キーのねキートップがありません。キートップがないだけだったらオルトキーと F10 キー、まあ見た目ね悪いんですけども、なくてもぶっちゃけね入力さえできればねまだマシかなと思います。で、全体的にちょっとねホコリが残ってるんですけども、この辺とかね残ってるんですけども、この辺は拭けばいいとして、特別ここら辺がすごい削れていたり、キートップがね文字が消えるぐらいのスレとかっていうのはありません。全体的にこのキーボードの隙間が汚いので拭いていきます。まあこのねなんていうんですかね、マウスというかパッドのあたりも汚いので、はい、拭きます。全体的にねまず使う前にこういうキーボード類はきれいにしないとちょっと僕的に嫌かなって気がします。キーボード清掃前よりねかなり綺麗になったんじゃないかと思います。それではねこちら画面の方もね少し汚いので拭いていきます。画面のねこの隙間にね結構ゴミ入るんですよね。ただ拭いただけなんですけども、わざとねあんなに汚してるんじゃないかってぐらい綺麗になりました。それでは早速電源投入していきます。電源は手持ちのノート PC の電源 19V2.4A を使用します。はい、こちら後ろ回して電源をそのまま挿します。よいしょっと、お多分皆さんから見えないと思うんですけども、こちら、はい、バッテリーに刺さっているのと充電マークがついています。このまま電源オンしたいと思います。電源オン、わかりますかね、ファンの音がヒューって鳴ってるんですけども、画面が全く何も出てきません。で、この下の部分なんですけども、点灯しているんですけども、特に画面の方に変化がありません。これもしかしたら、ハードディスクだけじゃなくて、メモリーも入っていない可能性があります。メモリーが入ってないと、こう、筐体自体は回るんですけども、何もね、BIOS とかが立ち上がってこないということがあります。それではこちらですね、ここにメモリーのねマークだと思われるものがあるので、こちら開けていきます。ネジが 1-2 箇所で止まっています。まあ2箇所なので簡単に、まあ、こういう風にねメモリーの入れ替えが楽なねパソコンとかってねいいですよね。はい、メモリー入ってません。危なかった。メモリー残念ながらね入っていないということです。で、ここにねちらっと見えてるのがこのねヒートシンク見えてると思うんですけども、ここね多分ね CPU とかオンボードのチップだと思います。で、メモリーなんですけども、以前ね秋葉原でジャンクで未開封品だったんですけども、 DDR3 の 1GB が200円で売っていたのを2枚買いました。お一人様2枚とかだったのかな。はい、ということでね使ってないのがあるので、まあ2ギガしかないんですけども、はい、合わせて2ギガ搭載していきます。ノートパソコンのメモリーはなんかこう斜めに刺してね、こう斜めに刺してこうパツンみたいなね独特の入れ方をするので、普段デスクトップばっかり触ってるとね、ノートパソコンのメモリーどう入れるのかなみたいな感じになります。こう斜めに、こう斜めに刺してこうパンみたいな感じですね。斜めに刺してのこうパキンというのでね、なんかちょっとね嫌な感じしますよね。
それでは閉じて再びね動作確認していきたいと思います。それではねメモリー搭載したので改めて電源を入れていきます。電源オン。お、来ましたね、ダイナブック、ダイナブック。はい、ということで、はい、ブートするところがないよみたいな感じのねこの文言が出てますね。出ました、出ました、ブートエージェントないよみたいな感じですね。もう一回電源を切って、キーボードがねもし効くならば F10 とか F2 とかデリートキーでね BIOS 画面に入れると思います。ちょっと適当なキー、思い当たるキーを押して電源入れます。電源オン。お、来ました、来ました、来ました、 BIOS 来ましたのですね。現在の日時が見えちゃってるな。はい、12月2日の、はい、11時ちょっと前ですね。合ってます、これ合ってます。で CPU がインテルの Core i5 の 2520M ということでね、はい、 2.5GHz でメモリーも搭載した 2GB ですね。はい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 、合ってます、合ってます。他にはどんな項目が見れるのかなって、あんまり見れませんね。面白くない、面白くないということで、とりあえずロードセットアップデフォルト、デフォルトの状態に戻しての、はい、Exit Save Changes ということでね、はい、動作確認終了したいと思います。はい、画面もねライン抜け等一切なく、今なんとなくキーボード普通に打っちゃってたんですけども普通に動いてました。はい、これで、はい、終了です。どうやらこちらもキーボード不良とはいえキートップがね2個ないよぐらいな問題みたいです。綺麗になったということで、以前ね作成した Linux のライブ USB で動作確認したいと思います。 USB を挿しまして、はい、それでは電源オン。今回ゾリン OS が入ってたみたいで、ゾリン OS 起動してきました。ゾリン OS は、ね、以前ね動画内でも紹介したんですけども、 Windows Like に使えるね OS ということです。それではまずキーボードのねキーが全て効くのか、テキストファイルを作って入力していきます。それでは一番上の段からね入力していきます。はい、ちゃんとね全て入力もできてバックスペースもね効くみたいです。続いて Wi-Fi がつながるかチェックします。あと YouTube 見て音もねちゃんと出るか、スピーカー異常がないかなども確認します。はい、しっかり音も出るし画面もね見ることができます。インターネットもしっかりつながっているように見えます。こちらのノートパソコン、キートップが2箇所ないだけのね不良みたいです。意外にねこの状態だと中古品で、ね、出すのは難しいんじゃないかなと思います。だからジャンク袋に詰めてきたみたいな感じなんだろうなというふうに思いました。無事に動作確認できたので、この盤面ちょっとねシールの剥がし跡とかここら辺まだねベトベトしているので、100円ショップダイソーで買ったねシール剥がし液を使ってね綺麗にしていきたいと思います。あと全体的に拭いて終了ですね。落ちるかな、意外にね落ちないのとかあるんですよね。あーでもなんか落ちてる感じしますね。わかりますか、なんか、はい、こっちついてますよね黒いの。これでこれで、あ、いけてるいけてる、結構綺麗に取れてますね。あ、これは気持ちいい。うん、さらにこの下の方のシール跡ももしかしたら拭いたら綺麗になる可能性が微粒子レベルで存在するかな、存在するかな、するかな、しなそうだな。はい、あとはね濡れタオル雑巾でこう綺麗に拭いて拭いて反対面で拭いて、
綺麗なタオルで空拭きします。シールの跡は綺麗に、ね、なくなりました。ただこのシールを剥がした跡だけはね、日焼け跡はねちょっと残っちゃってますね。ということで今回は PC ネットのジャンク袋に入っていたノートパソコンの動作確認検証クリーニングを行ってきました。キーボード不良と書いてあったので、もう全くねキーが効かないのかなと思って、ね、ちょっとがっかりしたんですけども、無事にねキー入力をすることができました。2箇所だけキートップないんですけども、キー入力できるだけで、ね、なんかだいぶマシな感じがします。あと外観については全体的にクリーニングしたんですけども、そんなに汚い箇所がなかったので、パッと見ね普通に持って行って使えるんじゃないかと思います。ただキートップ2つないので少しね恥ずかしいなという感じはあります。最後までご視聴ありがとうございました。今回動作確認中に気がついたんですけども、ファンがねちょっとカラ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 って音が鳴っているのと、あと Linux ライブ USB でねリラックスつけたところ、ちょっと CPU あたり熱を持っていたので、全部分解してファンの清掃とグリスの塗り直し、またハードディスク搭載なんかをね次回していこうかなと思っています。この動画が参考になった、面白かったという方はチャンネル登録高評価していただけると僕のモチベーションが上がります。皆さんまた見てくださいね。バイバイ。